掴んだようですね。何か、あの本人も言ってましたね。あのピンチになるとあの去年抑えで投げたような気持ちにね、切り替えると、それがあのセーブといいバッターです。チームというのは大きいですよね。その意味でも今日のゲームは日本ハムにとってはこうセーブに、ね、少しでも縮めたいっていう。ダイエーと顔を合わせています。空振り。三振。2番の福良、昨日は苦手の柴田の先発ということでヒットが出ませんでした。福良詰まった。西武の秋山が6盗塁でこれを追っています。飾ることができるかどうか。まっすぐがちょっと高すぎます。心境にもなりますよね。なると思いますけどね。ただあのスナップでもホームランが時々一発でしたね。いい当たりでしたね。真ん中高めのボール気味の球でしたけどね、この球がちょっとだけというふうに絞られてましたよね。まっすぐを昨日の雪辱をしたいオリックス。空振り。まだ打球は一つもグラウンドに飛んでいません。吹いてますね。軽くミートしました。ライト右のフライです。取りました。二塁打センターフライ、フォアボールの高橋。そこそこに